どうもー、どうもどうも、ソルチューズです、はい、お願いしまーす。高木とこんにちは、福山はさまるです。福山はさまるだ、お願いします。違うでしょ。福島です、お願いします。お願いします。ということで、我々ソルチューズが上田市にやってまいりました。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。いいね上田。埼玉県出身のストレッチーズが上田のいいね探します。ちょっと一発目なんでね、はい、我々だけじゃちょっと心細いかなというね、そうですね、感じなんで、この方に紹介してもらいます。お、こんにちは。こんにちは。大変そうですね、頭カッチュー姿で登場した上田市の関純一さんからこんな質問が。突然ですが、はい、醸造酒と呼ばれるお酒は何だと思いますか。僕でも日本酒検定1級を持ってまして、醸造酒分かります、まあ、日本酒と、はい、あとビール、ワイン、はい、主にですね、はい、そういったものが醸造酒になっていると思います。はい、その通りです。やった、大正解。上田市には3つ全ての醸造施設があるんですよ。今回はその醸造酒をゆっくり味わっていただきたいと思います。やった、嬉しい。ということで、上田市の関さんに言われて訪れたのは、ノー酒ノーライフ酒なしでは生きられないという長野酒オンリー、長野酒しかやりませんという、だいぶ強いこだわりを感じる。1923年創業と100年以上の歴史を持つ地酒屋宮島、厳選した蔵元直送の信州の地酒だけを取り扱う超専門店。もちろん上田の地酒もありますよ。わ、すごい。あ、こんにちは。あ、いらっしゃい。こんにちは。代表の宮島さん、長野県内に3人しかいないという日本酒学講師の資格を持つプロフェッショナル。どうやら日本酒検定1級の福島さんとお酒の話で盛り上がっているようですが、原酒ってやっぱ17度18度でちょっと次の日仕事だととかってなる時も、13度なら、すごい、すみません、原酒で13度、すみません、原酒で13度、すみません、早く飲みたいです。高木さん、お待たせしました。ここ信州上田には日本酒を醸す酒蔵が6蔵もあります。それでは上田6蔵の同じ品種のお米で作られた日本酒飲み比べです。各蔵の味楽しんでください。まずはフルーティーな味わい、岡崎酒造の信州キレイから。うわ、いいですね。ちょっとこうガス感のある、言いましたね、言いましたね、うん、あー、おいしい。お米の上品な甘さがあって、はい、くどくなく、うん、で飲み込むと、まあ、口の中に何も残らないのキレイがいいって言うんですけど、キレイのいいので、キレイだけに続いては味にコクがある辛口系、くつかけ酒造の5。上田の食材って結構保存食とかも多かったりするんですけど、はいはいはい、味付けの濃いものとか、うんうん、保存食に合うようにという飽きのこない辛口系ということで、もうすでに2杯目で同じお米とはちょっと思えないぐらい嬉しいです。3蔵目は味に膨らみがあるお酒、信州名城滝沢。甘い、美味しい感じ、香りもすごいし、どちらかというとこの手のお酒も食前とか、うん、前半に飲んでいただくと、はいはい、印象に残りやすいお酒だと思います。確かに前菜とかと一番合いそうな、おっしゃる通りですね、はい、4蔵目は後味が良くてキレもいい、山さん酒造山さん。おお、ポンとシューポンいきましたね。あ、これもガス感があって、この炭酸と、お酒から出てくる酸、はい、酸味、はい、なんかこうバランスよく絡む、はい、う感じですね。あと2蔵、ドライでシャープな若林醸造月吉の赤。あれ、またちょっと違う、うん、このお酒を、まあ、30代の女性が作られているっていう、これがその地元のお酒好きな、はい、我々のようなこうハートをこうギュッとこう、確かにな、で飲み明けしないんですね、で、はい、上品なんで、ね、いや確かに、確かにな。最後6蔵目、綺麗な酸味の和田流酒造、和田流都水。あー、こんなのほんとずっと全部違うんだな。信州そばに合う日本酒っていう風に言われていて、あ、そうなんだ、はい、想像の中でそばと一緒に合わせてみたんですけど完璧ですね。いや、嬉しいです。そば、うん、美味しい。お米は同じでも各酒蔵で味の個性が違うんですね。いや、もう本
当に同じお米から作られたとは思えない、うん、6種類にそれぞれに個性があってそれぞれ美味しくて、でその日本酒だけじゃなくて上田はこのワインとビール、うん、あらこの2つも作られてるとお聞きして、はい、すごいな今思ってますけど、はい、乾杯乾杯いただきます。いいなそうですね、ずっと僕ら飲んでますね。美味しそう。あーうまい、ビールも美味しい。あー美味しい。上田市には、ビール、ワイン、日本酒、うん、あのこれがまあ醸造酒と呼ばれる、はい、あのお酒になりますが、はい、3種が揃っているというのは非常に稀だと思います。上田ですね、広いんですね、地理的にね、うん、そうですか。そこにこうワイナリーさんとかあのビールを作られている醸造所さん、それと酒蔵さんが点在しているので、はい、ぜひその風景を楽しみながら、で地元の食と一緒にあの楽しんでいただければと思います。上田の醸造酒の取り扱いは各お店で違ってきますので、詳しくは各醸造酒のメーカーにお尋ねください。というわけで上田市の魅力をストレッチーズがお伝えいたしました。せーの、いいね上田でした。